おはようございます。おはようございます。今日はあれですよ。あのフィッシュマンの補正さんと一緒に渓流をやっていきます。やろう。はい。釣ろう。よろしくお願いします。お願いします。スタート。入水。あ、寒そうだな。やだな。行きましょう。深いですね、結構。ちょっと深いね、これね。はい。ここ際は大丈夫じゃないですかね。はい。さっきの下のところもちょっと浅かったよ。あ、対岸を行く感じ？対岸を行くんですね。あ、エイがおらんくていいな。どうですかね。そうですね。はい。やった。でかいですね。あ、カメラがすか？尺あるなし。お。危ない。それはもう。これでかいやろ。それでかい。よっしゃ。でかい。これ尺いっとるやろ。あるなしぐらいだと思うんですけどね。一発目か。あ、当たったわ。おるね。いますね。これはいいわ。あ、乗らんかったな。当たったな。完全に魚の当たりだったですね。本ネットが28センチやけね。ほんます？29センチっす。あー、それは言える。29センチっす、多分。それは言える。お、でかい。これでかい。でかい。これはでかい。いきますよ、3。お、お、そのダイブしていきよう。うい。3、2、1。よいしょ。これ尺いってない。いっとると思うんだけど、これ肩がいい、対抗高いし、ね、これ対抗肩がいいね。はあ、肩いい。さあ、休んだでしょう、やってこよう。ポイント、はい。お、サイズ上がってみよう。それは気になる。ね、お、いっとる。尺いっとる。あ、ほんまじゃ。尺や。ちょうど、ほんとじゃ、尺じゃ、尺。やった。尺じゃ、尺。ちょうど。尺いった、尺。あ、いっとるっすね。いっとるね。ちょうどっすね、ちょうど。ちょうど、ちょうど尺。ちょうど尺や。ほら、ちょうど尺。ですね。ちょうどやね。いや、おめでとうございます、ほんとに。ありがとうございます。一発目で尺ヤマメはなかなかできすぎだね。あ、もう動画できた。自分で釣ってないけど、もう動画できた。撮る？とりあえずもうマジで色変えようか迷うな。金系で出とんよね。来た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 。いや、ちっちゃい。しかもダメだ、スレだ、スレ鮭。なるほど。めっちゃ引く。あ、おおお、よいしょ。ナイス。お、いいじゃん、いいじゃん。あ、それもでもナイスヤマメ。いいじゃん、20ちょいあるじゃん。いいじゃん、うまいじゃん。20ちょい。どうやったらお前こんなところにかかる。2つもフック。いや、でもアタックしてきたんですね、食いミスって。いいね。
20何センチぐらい ?25 ぐらいあるじゃん。いいサイズやん。25、20、20、22。22? ああ。22。綺麗綺麗。綺麗ですよね。ああ、ええ魚、ええ魚。ビーコン。お、来た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 。サイズ、いいんじゃないサイズいいかも、さっきよりすれがかりか。あ、なるほど。結構いいサイズ、いいサイズ。やばいやばい、おえ、濃いマジで。しょー、いい、いいサイズ、いいサイズ。爆笑じゃん。爆笑っすね。ジップロックはタイミングなってよですね。え、こっち、え、こっちこれええじゃん。これ25あるじゃん。25はあるっすね。25ぐらいかな。あ、いいじゃん、いいじゃん。ナイスサイズ、ナイスサイズ。どこ行きよるんや。ダイブしまくるの楽しい。眠気吹っ飛んだな。流れ強っ。釣れた。おーおーおお。おるね、めっちゃおるっすね。おしゃ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 、よいしょ。でかいじゃん。でかいっすね。尺はない、尺はない、尺はない。イエーイ、フロントフックがっつりだこれ。いいね、活性高いね。アーマー当たり火よこれ。そうっすね、完全に。めっちゃ綺麗。いいのが取れたよ、いいのが。そうっすね。いいよ、投げて。ベイトロッドのメーカーの人にスピニング渡すっていう。あー、なんか思い出したの、ここ行った記憶があるわ。相当増水したんじゃん。釣れそう。釣れそうですね。アルゼバラン。あそこで釣れやつと。いいですね。結構同調子だな。すいません、竿が長いんで。毎回これ。うわ、左巻きじゃ。怖っ。行くぜ、左巻き。あ、待って、全然投げれる。しかもの、もう好みのなんか知らんけど、めちゃめちゃいい動きする。これダメや。ダメだ、ダメだ。これいけん。細谷さん、やば、変えましょう。投げれるんすけど負けれんす。俺も負けれんかった。こっちやった、ま、負けれんす。スイッチができんできんすよね。おかしくなるっすわこれ。はい、マスビションビーティングやっぱり自分のタックルじゃね。やっぱりしゃ行こ。うわ、チェイスしとったな。はい、ないっすね。まあそれはあると思います。集めタイム終了やね。はい、こういう日がまだ差してないとこはなんか、あ、俺もそれ思った。
いけそうな気がするっすね。お、流れ早い。出ないっすね。お、お、お、ナイスー。え、めちゃでかないっすか。めちゃでかい。え、待って待って、それでかい。や、それ尺完全に超えとるでしょ。ニジマス？いや、俺ニジマスか思うたんよ。アマゴやね。アマゴやヤマメないよ、ほら。いや、ニジ…あ、ヤマメじゃ。そう、俺もニジマス。ヤマメじゃ。だろ。本日最大だよ、これ。それでかいっすよ。それ来とるね。それ来とるっす。完璧な一尾。さすが当たり。うわ。いや、マジででかい。でかい、マジででかい。よっしゃ。イエーイ。しかも超綺麗。ねえ、めっちゃ綺麗じゃん、これ。あそ、あそこっすか。あそこ、あそこ、あそこ。へぇ。ニジマスか思うだよ、これ。うん、ニジマスっぽいっすけど ね、 ね、 で、 ね、でもパワークがあるけ、間違いないからね。ああ、そうですね。根血かもしれんすよ。なるほど。これでかいっすよ、でかくて。でかいね。でかいっす。きたわ。ありがとう。A サイズ。いいな。こりゃええわ。あとは、俺が1本尺出せばもう完璧だな。もう完璧、完璧。サイズが出てない、サイズが32。あー、完璧に超えるですね。完璧に尺だ。えーねー、ねー、おめでとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあさっきここで釣れたらしいけね。ビーコンならぬ、ちょっとサイズ上げてでかいの狙っていく。やったっす。これダメやった。釣れんかったっすね。どうやって前に行くかやね。俺はちょっと泳がしていっぽい。はい、泳がしていっぽい。俺はここをジャンプしようかな。じゃあ、よいしょ。ふう、ダメ、こっち行けない。いけないんすか。いけない。こっちも行けるかどうかわからんすけど。でもこっちもやね。これもきついね。きつそうですね、ちょっと。ちょっと、もう戻るか。戻るか、この橋から上がるか。そうですね。多分橋から上がるのが無難ない。無理っすか、あそこ。あそこのせい。うん、あ、あこ、あこは多分一番無難。あ、あそこっすか。あ、あこちょっと泳ぐのが一番無難。じゃあ、あそこ行きましょうか。行こうか、泳ごうか、ちょっと。うわ、でも流されそう。大丈夫。いや、反転流じゃけば最悪。ちょっと流されつつあっちに渡るのが一番無難。そうですね。これをこう行くしかない。ちょっと勇気やるな、これ。いや、携帯防水じゃけ。これ投げていいですか。ちょ、思いっきり放るっすよ。よっ、あ、落ちた。はい、落ちてないです、落ちてないです。あ、待って、カモが落ちた。あ、落ちた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 。ちょっと、ホセさん、ちょ、カメラ、これもカメラ入っとんで、こっち向けと、向けとってもらっていいっす。どういうこと、こっち向け、こう。カメラ、僕の方向けとってください。オッケー、僕が撮ってるんで。オッケー。寄れないで、寄れない。いたいた。顔が浮かんどる。バレ美味しいじゃん。おもろいな。竿持つの泳ぎにくいね。まあまあ深い、結局こっちが上がるしかない。カモン。マジおもろいじゃん。でもこれでよかったっすよ、浮いとったっすよ。ほんまやね。EVA、 ああ、浮くタイプでよかったよ。このタモじゃなかったら沈んどる。沈んどる、沈んどる。今のおもろかった。楽しすぎるだろ。夏だけできるもんね。そうっすね。ないみたいな。ベッドスタイルよかった。そうっすね。
これウェットじゃなくてウェーダーだったらだいぶ苦しいね。だいぶ苦しいですね。こっちは？マジっすか？はい。いけそうな気がするんです。お腹いっぱい。お腹いっぱい食いすぎた。食いすぎた。腹いっぱいじゃ。今昼になってご飯食べて半日で10匹だったんです。半日10匹。はい。しかも全部25オーバーとか。だいぶでかかった。いい方ばっかり。両家尺2本は補正さんが釣ったっすね。尺ヤマメと尺アマゴス。ラッキー。ミキ尺セヤマ。どうもね。次はシーバス一緒に釣りに。あ、いいよ。行こう。行かしてください。いいよ。行こう行こう。ということでじゃあ次のコラボはシーバスになると思います。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。